いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は念願のあのいかついかっこいい車にご対面してきました。いつもお世話になっていますトヨペット福山引きの店様にお邪魔しました。展示車のクラウンスポーツスポーツ Z グレードです。展示車今回はボディカラーがブラックとアッシュのバイトオン使いになっています。クラウンスポーツは1色はもちろん2色使いのバイトオンの販売もしています。カラーバリエーション豊富ですよね。光沢感も相まってめっちゃ大人かっこいいです。全長全幅全高は以下の通りになっています。かなりワイドな車ですよね。さすが王者と言わんばかりの貫禄です。続いてまずフロントから見ていきます。ライトはハンマーヘッドシャークのデザインで鋭く吊り上がった形をしています。こちらはのバイビーム LED ヘッドランプのオート機能もついてますし、周りはピアノブラックで統一されています。夜間の運転で見えにくい視界が遠方まで明るく視認してくれます。そしてフロントグリルは周囲がピアノブラックなんですけど、この三角形のグリル部分はですね、樹脂ではなくて結構サラッとしたマットな感触の色味になっています。抑え気味ですよね。そしてワイドな車の形に合った鋭さとフロントデザインが非常に高級車らしいです。真正面から見ると迫力満点、横幅めっちゃ大きいですよね。クラウンスポーツの注意点として、駐車枠が 1.85m のマンションとかの駐車場の場合ははみ出しちゃうので、事前確認が購入前に必要かなと思います。そこはきちんと注意していただけたらと思います。めっちゃいかつい、やばい続いてタイヤ見ていきます。タイヤはね、ホイールが21インチになっていまして、グロスブラック塗装になります。で、今回の展示車のタイヤはミシュラン製のタイヤになっています。めちゃくちゃ大きいんですよ、これ実物見ると。タイヤのホイールめっちゃ大きいです。そしてタイヤ周りのフェンダーモールもホイールと同様ツヤありブラックで統一されてますので、足回りの高級感も倍増しますよね。そしてボディ見ていくと、ドアノブも実はツヤありブラック塗装になっていますので、シックで引き締め感も満載ですし、今回2色使いなのでボディと上のルーフの色が2色になってます。めちゃくちゃスペシャルですよね。そして今触っているこの窓周りのシルバーメッキ塗装がより車のギラつきを表現しているようになっています。サイドに移っていくと、より伸びやかなボディラインが非常に美しいですよね。本当にトヨタさんの店舗でも輝いてました。サイドのロア部分にもツヤありブラックでシックな引き締め効果もありまして、2色のこのツートーン仕様の場合は落ち着いた色味でも華やかな色味でも、ミラーとドアノブはブラックで統一されているそうです。続いてフロント、ウィンカーつけたので見ていきたいと思います。やっぱりこうトヨタといえば結構吊り上がったライトっていう印象がつき始めましたよね。デイライトとポジションランプの部分がウィッカーとして点灯するようになっています。続いてサイドからリアにかけてのダークメッキがより全体を引き締めてくれていますよね。もっと近づいていきましょうか。全体的に丸みを帯びてるんですけども、ボディラインが非常に伸びやかな作りになっているのがわかるかと思います。スポーティーらしい丸みですよね。リアはライトやボディに先ほど言ったように丸みが帯びてあって、よりスポーティーな印象にデザインされています。さらに今までのクラウンと変化した部分もあるようです。そちらも一緒に見ていきましょう。ハイブリッドのみちなみに販売されているようです。早速下見ていきます。リアの下部はツヤありブラック塗装で、やはり大人かっこいい後ろ姿が演出されていますよね。ちなみにオプションで LED リアフォグランプもつけれます。そしてマフラーはですね、完全に隠れたデザインになっているのも一つの特徴かもしれません。そして皆様お待ちかねのリアのね、コンビネーションランプにも注目していきたいと思います。リアのですね、コンビネーションランプは左右がつながっていない独自のデザインが採用されています。やはりね、クラウンスポーツというスポーツがつくだけあって、ライトの形も非常に丸みが特徴的ですよね。やはり後続車から見てもよりスポーティーな印象を車で高めますように。そしてこのリアコンビネーションランプは4眼ランプで構成されているんですよね。そしてもっと注目してほしいんですけど、両サイドのライトの位置、実はこれ下げてあって、
下げて配置したことで低重心感を表現しているそうです。続いてラゲッジルームに注目していきましょう。ラゲッジルーム実は397リッターの容量があります。だいたいゴルフバッグ1個ぐらいが収容できて、後席を前倒ししたらだいたい4個ぐらいまで入るそうです。さらに荷物を隠してくれてプライバシーを保護してくれるトノカバーもついております。ぶら下げて使えるタイプで、バックドアのフックに紐をかけて連動させることで荷室の開口が実現しました。使わないよっていう場合はコンパクトに畳める2つ折りタイプになっていますので便利ですよね。あと停電など非常時に使える給電システムもこちらにコンセント差し口があります。カーカーカーチャンネルのチャンネル登録を皆さんよろしくお願いします。ここからはなんとスペシャルゲストの登場です。それではよろしくお願いします。はい、いつもお世話になっている営業のカーラさんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。ここからはクラウンスポーツのここ注目ということで、気になるポイントを大公開します。斜め後ろから眺めるクラウンスポーツが一番かっこいい角度なんだそうです。やっぱりむちゃくちゃ伸びやかですね。早速クラウンスポーツの注目ポイント1つ目はリアにある小さなトヨタのエンブレムマーク。むちゃくちゃちっちゃいですね。クラウンマークじゃなくて、しかもトヨタマークで、前はクラウンマークやっぱ大きいのがついてますよね。はい、リアはやっぱ控えめにしたのかなっていう印象が。実はトヨタ車の中でも最も小さなトヨタエンブレムがこのクラウンスポーツのエンブレムなんだそうです。ちょっとしたワンポイントで可愛らしさも兼ね備えたかっこいい車になっていますよね。続いてはクラウンスポーツ注目ポイント2つ目に行きましょう。はい、ボタンじゃないんですよね。こう上に上げてあげたら開くみたいな感じなんですけど、閉めるときはこちらのボタンなんですけど、あ、そっち。実際にこの下から撮ってもらったら分かるんですけど、開けるときはこのここを落ちたら開かないんですか。なんか形状がちょっと特殊というか、横はこの横のこれはあの閉めるやつなんですよ。鍵外を持っとって、今までにないトランクの開閉操作も一つのクラウンスポーツのポイントになっています。でも実際初心者には最初難しいですね。実際にクラウンスポーツのトランクを開けてみました。つまみがちょっと分かりにくかったかもしれませんが、絶妙なデザイン性、なかなか珍しいですよね。続いて3つ目のクラウンスポーツの注目ポイントはこちら。タイヤがスポーティー、そしてセンターオーナメントがめちゃくちゃかっこいいところが特にポイントです。クラウンスポーツの足元をより引き締めてくれるかっこよさがこのタイヤにはありますよね。しかも何よりめちゃくちゃ大きなホイール、そしてホイールの色味とデザインが車のいかつさと大人な車ということを演出してくれています。皆様にちなみに情報をお届けしたいと思います。実はプロタイプなんですけど、写真これ PHEV、はい、まあ、トヨタとしては2023年の、まあ、冬頃、はい、予定をしてるんですけど、まあ、特別に内装の色がレッドにかっこいい仕様になったりとか、あとはもうあのブレーキのキャリパーですね、はい、がすごいかっこいい仕様になったりとかっていうのを一応企画はしてるんですけど、まあ、プロトタイプなんで実際にどうなるかわかんないんですけど、まあ、こういったモデルも今後発売予定になってますし、またクラウンのセダンが11月で発表されるんですけど、はい、そちらのモデルはハイブリッドモデルと、水素で走る車も今企画中ではありますので、はい、まあ、おそらく今後発表されると思いますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということなので皆さん楽しみにしててください。はい、次回のカーカーカーチャンネルはこちら。今週はトヨタクラウンスポーツの外装をたっぷりお届けしてきました。営業担当者の方の注目ポイントにも着目を置きましたが、来週はなんといってもこのめちゃくちゃかっこいい広々とした内装を皆さんにたっぷりお届けしたいと思います。なのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。ではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。皆さんのカーライフがより良い楽しいものになりますように。ではまた、バイバーイ。